はいどうもこんばんは、イツキンです。皆さんもご存知かもしれないんですが、あの英雄がついに星5としてピックアップ召喚されるということがですね、公式のツイッターで告知がされました。もう皆さんも見られたでしょうかね。まだ日本版での詳細なスキル性能とかは出ていないので、まだ知らないよっていう方はぜひ、見ていただきたいんですけど、あの英雄、待望の、待ちに待った、もうみんなが待ち望んでいたであろうあの英雄が星5の英雄としてピックアップされるということで、こちらですね。はい、ギュンター、ギュンターさんがついに女流騎士として、ピックアップされるという告知がありましたので、今回はこの女ギュンター。はい、ということで、長い長い茶番は置いといて、今回実装されるのがシェナという英雄で、海外で先日発表されて、昨日発表されて、来週、日本と同時実装ということで、ついにね、通常英雄も同時実装するようになったので、かなり、ペースとしては速くなってきたのかなと、思います。まだ週とか来てないんですけど、多分、大幅なバランス調整が待っているんじゃないかなと思います。そんなシェナなんですけど、性能はこんな感じになっております。貴族性のナイトの金牛級シェナということで、CV は原由美さんですね。原由美さんは結構ね、僕も知ってる、キャラの声を当ててたりして、オーバーロードのアルベド、結構知ってる人 いるんじゃないかなと思います。あと、ログホライズンのマリエルさん。これ最近もね、アニメやってたので、これも見てた方いると思います。で、僕が一番知ってるのが、アイドルマスターの四条高音。これね、僕初めてこのキャラが出た時に、PSP でゲームが出たんですけど、それをね、初めてアイドルマスターのゲームとして買ったので、結構思い入れがある声の方になっております。で、シェナなんですけど、ナイトの金牛級ということで、今までですね、ナイトで金牛級の英雄っていませんでした。なのでステータスがですね、特殊なステータスというか、シェナ独自のステータスになっています。このナイトと、金牛級、職業と星座が同じであればステータスは一緒になるんですけど、シェナはですね、いないので、こんなね、特殊な、ヘンテコではないですけど、ヘンテコなね、ステータスをしています。攻撃力がめちゃくちゃ高い。ナイトにしては1400っていうのは今までいませんでした。これは後で説明するんですけど、スキルのね、性能で上がっています。生命力もそこそこ高くて、チャールズよりも少し高いぐらいということで、結構ね、HP 盛るのは簡単だと思います。スピードは100ということで、ここはね、ナイトらしくちょっと遅めという感じで、防御力もそこそこあると。陣形効果に関しては生命力と攻撃力、これね、ぜひね、刻印集中させたい性能をしているので、狙える人はね、数体狙っていきたいんですけど、6月にコラボが控えてるということで、あんまりね、シェナにしおりを使っちゃうとコラボでね、ちょっとしおりがなくなっちゃうので、そこがかなりね、悩みどころな英雄だと思います。はい、それでは続いてスキルの方を見ていきたいと思います。まず、シェナのスキル1、復讐の槍ということで、これね、日本名、翻訳しただけなんで、実際来たらね、名前変わるかもしれないんですけど、敵単体を攻撃して 65% の確率で挑発を一旦の間付与。自身のターンでない場合、効果発生率が 25% アップするということで、スキル強化を合わせて 100% になる、挑発になります。かなり強いですね。挑発って結構ね、嫌らしいというか、厄介な、状態以上なんですけど、それを 100% でつけれる可能性があると。自分のターンでない場合でも 75% 最大であるので、結構ね、強いのかなと思います。で、シェナ自身が、攻撃タイプなので、威力はね、多分普通のスキル1と同じだと思うんですけど、結構、倍率は同じだとしても火力としてはね、結構出るんじゃないかなと思うので、例えば後衛とか、あとアタッカーとかね、挑発を生きしたら結構 HP 削れるんじゃないかなと、思います。はい、続いてシェナのスキル2、不屈の精神パッシブスキルになります。
これがですね、冒頭で、茶番をした理由になるんですけど、クリティカルが発生しなくなります。そして代わりに攻撃力が 30% 増加してクリティカル抵抗率が 35% アップするという性能になっています。これだけ見るとおギュンターじゃないかって思うんですけど、まあ、その通りね、ギュンターと同じ、スキル性能をしています。それに加えて、シェナに関しては非クリティカル攻撃を受けた場合対象に自分の攻撃力に比例したダメージを、与えます。まあ、ユーベリウスみたいな感じなんですけど、まあ、ヒクリティカル攻撃を受けたら、問答無用で相手にダメージを反射するというような感じになります。そして戦場の恵みを発動するということで、2ターンに1回、この戦場の恵みっていうのを発動します。味方全体にランダムなバフを1ターン付与するということで攻撃力アップ、命中率アップ、効果命中率アップ、防御力アップ、持続回復、免疫ということで結構優秀なね、まあ、ハズレは効果命中率アップかなっていう感じなんですけど、ほぼほぼ当たりのバフを味方につけるということで、単体で使うんだったらちょっと、微妙な性能に見えるんですけど、いろんな英雄と組み合わせると非常に、強くなりそうな、スキルなので、例えばヒシャルとかね、かなりこのバフつけてくれると、助かる場面が多いと思うのでかなりいろんな英雄と組み合わせるのが強い英雄なのかなと思います。ただ攻撃力に関しては 30% アップということでギュンターがなんと 75% アップなので、まあ、ギュンターの代わりにシェナを使うっていう場面は多分ないと、思うんですけど使いやすさで言ったら残念シェナになるのかなと、いう感じがして今僕は危機感を感じています。はい、そして最後シェナのスキル3ということで、竜殺しの一撃、英語名だとドラゴンスレイヤーストライクって結構ねかっこいい名前なんですけど日本名どうなるかわかりません。こちらが敵全体を攻撃し 75% の確率で命中率ダウンを2ターンの間付与する、そして自身に反撃を2ターンの間付与するということで、反撃バフということでエルバレン以来ですね。反撃バフはめちゃくちゃ強いんですけど、エルバレンはねちょっと耐久力がなさすぎてあんまり目立ってないんですけど、ナイトにこの自分で反撃バフをつけるっていうのはめちゃくちゃね、強いバフだと思います。これ 100% 反撃なので反撃セットもね結構反撃の回数ね出るんで、まあ、反撃セットでもいいんじゃないかと思うんですけどやっぱりバフの方がね、かなり確実に反撃をさせられるので、強力なバフだと僕は思っています。で、結構ねパッシブスキルが目玉っぽく見えるんですけど僕としてはこのスキル3がやっぱり、強いのかなと、思っていて、命中率ダウンのバフ、デバフはめちゃくちゃね、何度も何度も強いと言ってるんですけどこれは 100% でつけれるのはめちゃくちゃ、強いんじゃないかなと、アタッカーにはねほぼ効果命中盛らなくても 100% で入っちゃうのでアタッカーにこれ入れられるとめちゃくちゃめんどくさいですしそのアタッカーが攻撃してシェナに当たってしまうと、反撃で挑発もつけられてしまうと。で、反撃で挑発つけられたら、また攻撃して、また反撃されてっていう感じで、シェナにね、普通に倒されてしまう可能性もありますし、シェナ自身がクリティカル抵抗バフを持ってるので、クリティカルが出なかった場合、攻撃力分の比例ダメージを受けて、それでも死んでしまう可能性があるっていうことで、結構ね、防衛に特化した、防衛って言っても防衛設定に置くんじゃなくて攻めの時に受ける役として、非常に強力な英雄なんじゃないかなと思います。はい、そしてもう一つ、エピック古代遺物ということでシェナの、専用遺物みたいな感じの遺物が来ます。始まりの槍ということで、こちらもですねなかなか強い、遺物なのかなと思います。スキル1で攻撃した時50% の確率で対象に追加ダメージを与えるということでユーベリウスの牙ですね、ナイト専用のユーベリウスの牙が来ます。でこちらですねなんとスキル1で攻撃した時っていう条件なので、ユーベリウスの牙は単体指定なんですけどこっちは単体指定ありません。なのでいろんな英雄に使えるのかなっていう想像が、生まれてくるんですけど例えばチャールズにも割ともしかしたら使えるかもっていう感じがしてます。
剣バフを自分でつけてスキル1で基本的に攻撃していくタイプなので、スキル1で攻撃して追加ダメージ、そこから派生してスキル2も出るっていうことで、割とダメージもしかしたら伸びるのかなっていう、想像をしてます。で、あと一番使えそうなのが、ヒシャルですね。ヒシャルは全体のスキル1なので、それに全部ね、追加ダメージが乗るって考えると範囲ユーベリウスの牙みたいな、感じで使えるので、この始まりの槍は1個はね、せめて取っておきたい、異物なのかなと、思っています。でもちろん、シェナ自身もこれをつけるのが一番、ダメージとしては伸びそうな、気はするんですけど、まあ、シェナはね、エルグリスをつけてもいいですし、まあ、いろんな、異物があるので、まあ、これ一択とは言えないですけど、この始まりの槍も、シェナ自身悪くないと思います。はい、というわけでシェナを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。僕はね、間違いなく引きますね。かなり欲しい性能をしてて、面白い性能してるので、これはねもう早く使いたくてしょうがないですね。やっぱギュンターマニアとしては同じ性能の英雄ということでね、引かないといけないっていうのもありますし、最近ねギュンターちょっと使えてなくて、まあ、派遣とかねに今まで出してたんですけど、最近火力の高い英雄が増えてきて、派遣とかもね簡単にワンパンできちゃってあんまり、出す機会がなかったんですけど、まあ、あとはね闇属性が強くなってきたっていうのもあって、なかなかね出す機会なかったんですけど、ついに属性の垣根を越えたギュンターさんが来るということなんで、これはねぜひ使わないといけないと、思っていますので、引いたらねすぐ動画の方投稿しようかなと思いますので、ぜひご覧ください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。